はいどうも皆さんこんにちは、ジャルトです。今回はこちら青鬼3やっていこうと思います。今リリースされたばっかなんで本当初見です。ではやっていきます。ニューゲーム広志編ですね。はい、名前はもうそのまま広志でやっていきます。昔炭鉱として栄えた島が突然閉山し立ち入り禁止になった。地図からも消され、今では島の存在すら知られていない。閉鎖された理由は隠され続けたが、ある一説ではこう言われていた。その島は青い化け物の住処となっていると。おお、船の上だ。拓郎、ああ、もう帰りの船、旅行もついに終わりか。旅行の帰りなのか。にしても、ほのぼの離島ツアーとか渋すぎるよな。普通学生の修学旅行なら、もっと遊園地とか他にあるだろう。拓郎楽しそうにしてたじゃないですか。まあ悪くはなかったけど。ん、たけし大丈夫か。たけし随分顔色が悪いわよ。平気さ、ちょっとした船酔いだ。中に入っておくよ。ああ、たけし船酔いするんだ。相当酔ってるな。心配ですね。結構揺れてるしな。仕方ないな。俺らもそばにいてやるか。待って、拓郎。ああ、なるほど。ああ、はいはいはい。このコントロールキーなんですけど、後でちょっと設定で見えないようにしようと思います。うわ、広い。多分こっちか?わかんない。あ、いた。あ、じゃあその前ちょっとセーブを、広告ですね、多分。セーブをしましょう。はい、セーブしました。ではやっていきます。う、気持ち悪い。あー、すいません、 15% です。う、気持ち悪い。たけし横になってた方がいいんじゃないか。たけし水飲む。あー、何すればいいんだろう。あ、そうぞ。ないよ、あらあら、女の子が泣いているようですね。話を聞いてみましょう。めっちゃ冷静だね。ぐす、私のハンカチどこ行ったの。ハンカチ、船内にあるかもしれませんね。あー、ハンカチ探せってことか。ハンカチは落ちてんのかな。それとも人に聞いたらわかる感じなのかな。どうしよう。ああ、話しかけられな、あ、光ってる。これですね。誰かのハンカチ。交番にいた少女が探していたのかもしれない。あの子に渡してあげましょう。ってことで渡しに行きましょう。いやー、これなんか、割と広いですね。で、少女です。え?あ、私のハンカチだ。ヒロシは女の子にハンカチを渡した。よかったわね。さあ、お兄さんにお礼は?お兄さんありがとう。おままごとでね。ハンカチは絨毯になるから探してたの。私のお家にお兄さんもおいでよ。おままごとしよう。本当に見つけてくださり、ありがとうございます。すいませんか。多分これでどっかの、あ、いなくなってますね。どうしようか。あ、いた。うわ。ヒロシ、どこ行ってたの?タケシの船酔い、まだ治らないみたい。お、俺はだいぶ回復してきたぜ。無理するんじゃないぞ。なんだか揺れがひどくなってきたわね。確かに。なんだ?船内の皆さん、急な嵐に見舞われております。近くの手すりや椅子などに捕まっていてください。気持ち悪い。ねえ、怖いよ、拓郎。大丈夫かな?このくらい、すぐやめさ。船内のみ、あ、高波だ。くは。くはってなんだ?え?うわ、あー。突如現れた嵐に飲み込まれ、船は転覆しました。気を失ったのでしょう。その後の記憶はありません。次に目が覚めると、そこは、ああ、こんな感じで、青鬼のいる島に
くなった。あーらららららら、らう、ここは一体洞窟、運よくなんたらたくしたようですね。皆さんはてんてんてん、あー探すんだ。でも奥に行ってもいないと思うけどね。これは人工的に作られた道のようだ。無人島ではなさそうですね。近くに誰かいればいいのですが。まあ、まずここ鍵がかかっている。鍵がかかってるか。じゃあここ、あーこれあれか、タンスの代わりみたいなやつか。うお、なんかいるね。もうなんか青鬼のおなじみのあのキャラがねいるね。うん、ほんとこれ、ほんと今まではあのこの前やった初代青鬼も一度パソコンでプレイしてたので、なので大体分かってたんですけど、今回これほんと初見なんで、ちょっと操作とかも自信がないですね。これは上下どっちだろう。まあ、一応下に行ってみましょうかね。あれ？行けない。行けないのか？これ操作合ってんのかな？まあ、上、これ続いてる。続いてない。じゃあ、この線路は何なんだって話なんですけど、こっち行きましょう。びっくりした。今のはね、ちょっとほんとびっくりした。コウモリだったんだ。あ、いますね、コウモリが。多分。不自然な穴。画面を長押し、穴を、あ、なるほど。こんな感じで、なんかできるんですね。奥に詰まっていたものを取り出した。プラスドライバー。先には行けない。じゃあさっきのあの引き出しみたいなやつを、開ける感じ、かな。多分。ここですね。で、メニューで、アイテムプラスドライバー使用して、引き出しの中の洞窟の鍵、洞窟、なんか今一瞬固まってね、来るなって思いましたね。で多分ここですね。はい、あー、これもう出ていいのかな。タッチしても出ることができない。これいつ、あ、多分これ自動的に出てくれるのかな。多分青鬼がいなくなったら出てくれる、じゃない、出てくれる感じなんだと思います。洞窟の鍵を使った。重くて開けられない。長押しでまた作業中。やっと開きましたか。重い扉を開けて、あーなるほど。じゃあ今回はここで、ちょっと短いかもしれないんですけど、ここで一旦終わろうと思います。では、今回はこれで終わろうと思います。動画ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。